皆さんこんにちは、ハモンドオルガン奏者の土田晴信です。今日はダイアトニックコードに対するスケールについてお話ししたいと思います。前回はマイナーのダイアトニックコード、前々回はメジャーのダイアトニックコードについてお話ししました。チェックしてない方はぜひチェックしてみてください。そして今回はさらに話を深く進めていきたいと思います。前々回でですね、メジャーのダイアトニックコードについてお話ししました。そしてメジャーのダイアトニックコードというのは、今回は C で説明しますけれども、普通に C メジャースケールがあって、この C メジャースケール上にっていう感じですね。順に追っていくとですね、こっから C メジャーあって、これが1メジャー7で、 D マイナー7があって、これは2マイナー7で、 E マイナー7があって、これが3マイナー7で、 F メジャー7が4メジャー7で、 G7 が5 7で、 A マイナーが6マイナー7で、B ハーフディミニッシュが7ハーフディミニッシュということになりました。曲を分析してですね、ダイアトニックコードがだいたいわかるかと思います。そしてその時に、じゃあどんなスケールになるんだろうって考えた時にですね、このダイアトニックスケールがわかればですね、例えばコードが C メジャー7って出てきたらもちろん、でいわゆる251みたいになって、D マイナー7が出てきたら、この D から始めたスケール、そして5だから G7 ですね。そしてもちろん1で、たまに6とかが出てきたらという感じになります。ということで、基本的にはこれ C メジャースケール上に出てきてる音、C メジャースケール上から開始地点が違うと思います。 C メジャーだったら C から始める、そして例えば Em7 だったら E から始める。で、詳しく説明するとスケールに名前があってっていう感じになるんですけども、これ丸暗記するとすごい大変なんですね。そしてあのアベイラブルノートスケールは丸暗記して、例えばこの時にはこうって書いてあったりしますけれども、ああいう風に覚えるよりも、あ、これはダイアトニックコードなんだな、そしてダイアトニックコードだったらその調整のスケール、ここで言えば C メジャースケールですよね。 C メジャースケールでそのコードに対して開始地点が同じだったら、例えば D マイナー7だったら D から、 F メジャー7からだったら F からっていう感じで開始地点が違うだけっていう感じになると思います。これ簡単ですよね。これはメジャースケールのダイアトニックコードで、それに対するスケールという感じになります。これは多分大丈夫だと思います。そして前回やったですね、マイナーはちょっと難しいと思います。なのでもうちょっとマイナーについてお話ししたいと思います。マイナーですね、これが基本的なダイアトニックコードです。それでよく見てみるとですね、この一番下の音、これスケールでいくと、こうなります。基本的には、ナチュラルマイナーなんですけど、ナチュラルマイナープラスこの音が入ります。そうするとこの音を入れると、8音になるんですけれども、この音が入ってる理由っていうのは、いわゆるハーモニックマイナーがあるわけですね、っていう感じで。でもこれ全体的に一つずつ追っていくとってなります。ちょっと復習してみましょう。 Cm7、 これは 1m7、 そして2番目はD ハーフディミニッシュ、 2 ハーフディミニッシュ、 そして3番目が
E フラットメジャー7、3メジャー7、F マイナー7、4マイナー7、そして G7、5、7、A フラットメジャー7、そしてまあカッコにありますけれども、B フラット7、6、フラット7、そして最後に B ディミニッシュ7、これが7ディミニッシュ7っていうことになります。で、もうちょっと簡単に考えると、この2つのドミナントコードが特殊なわけで、それで B が入るわけなんですね。だから、まあ、ハーモニックマイナーになったりします。だから、これを除いて普通に考えると、C マイナー7、D ハーフディミニッシュ7、E フラットメジャー7、F マイナー7、A フラットメジャー7、B フラット7。この流れっていうのはですね、実は、これっていうのはナチュラルマイナー上にできたダイアトニックコードです。でもこの G7 と B ディミニッシュ7が両方入るので、これでハーモニックマイナーが出てきてってなって、この音が入るわけですね。これがね、マイナーのダイアトニックコードとマイナーのダイアトニックコードに対してのスケールが分かりづらい原因の一つだと思います。だから基本的にはナチュラルマイナースケールからほとんどが割り出せるけれども、この5、7、G7 とこの7、ディミニッシュ7、B、ディミニッシュ7があるために変化する。っていうことになって、この音が使われますよっていうことですね。これはなぜかっていうと、実は5-1っていうその進行ですね、これケーデンスっていうんですけど、そのケーデンスがあって、こういうソルフェージで言うと、これ英語だと T ド、C ド、まあ日本語の読みですけど、この動きがあるからハーモニックマイナーとかこういう G7 とかですね、 B ディミニッシュ7が必要になってくるって、こういう感じなんですね。ちょっとややこしいですよね。まあ、その気持ちわかります。これ何回も何回もやるとだいぶ慣れてくると思います。ではちょっとスケール見てみましょう。基本的にこれ Cm7 だったら開始地点が違うだけです。そしてこの D ハーフディミニッシュでも こうなります。そして E フラットメジャー7だったら普通に E フラットのメジャースケール、 F マイナーだったら こうなりますね。これも開始地点がただ違うだけ、ナチュラルマイナーの開始地点が違うだけ。この G7 と B ディミニッシュ7に関してはちょっと飛ばします。今はそして A フラットメジャー7だったらこうなります。そして B フラット7だったらこれらのコードですね、 C マイナー7、 D ハーフディミニッシュ7、 E フラットメジャー7、 F マイナー7、 A フラットメジャー7、 B フラット7、これらのコードはナチュラルマイナーのスケール上にできるから、ナチュラルマイナーの開始地点が違うだけということになります。じゃあこの G7 と B ディミニッシュ7はどうなるかっていうと、実はですね、これハーモニックマイナーになるので、これの開始地点が違いますね。普通にやったらで、これを G から始めるから、まあいわゆるですね、これがハーモニックマイナーパーフェクトフィフスビロースケールって言われてるんですけど、長ったらしいスケールの名前ですよね。これ結構日本だけしか使えません。実は本当はね、ちゃんと英語の意味を捉えるとパーフェクトフォースビローっていう感じなんですよ。なんでかっていうと C から数えるとこれフォースビローでしょ、下でしょ。だから本当はフォースビローの方が正しいとは思うんだけれども、あのアメリカだと、まあスパニッシュフリジアンとかね、そういう風に言われたりします。他にも確か名称があったかな。
ちょっと忘れたんですけども、とにかく分かりやすい考え方としてはハーモニックマイナースケールを5番目から始めたスケールですよってこうなります。じゃあね、この B diminished 7、これはどうなるかっていうと、理論勉強してる人は、ああ、ディミニッシュコードだからディミニッシュスケール使うんだって思うんですけども、実は違うんですよ。こういうダイアトニック上に現れるこのディミニッシュセブンですね。これ、ディミニッシュスケールじゃないんですよ。もちろん、アドリブするときに変化させるためにディミニッシュスケールも使えるんですけども、本来はですね、このディミニッシュスケールじゃないんですね。ハーモニックマイナーを開始点変えてみるとこうなります。ね、これ C のこっからを B から始めたスケール、こうなります。ということで本来はこのスケールなんですね。ディミニッシュスケールじゃなくて、もちろん使い分けもできるんですけど、こうなります。だから例えば B のディミニッシュ、こうやってあったら普通にこうこうなります。でもちろん G7 の時もこうなります。よくねビバップとかでこういうの聞くでしょ。もうちょっと抑え方変えますとね、例えばあとこれね、実はバッハとかねクラシックでもよく聞くんですよ。だから別にジャズであろうとクラシックであろうと基本的なことは全く同じなんですよね。こういうのとかね。でじゃあこれ今度こういう風にやってみましょう。今度 B ディミニッシュだったらこうなります。一緒でしょね、こういう感じで。ね、全然問題ないですよね。ということでディミニッシュスケールじゃなくてこれがこういうスケール、名前はわからないです。まあいろんな名称あるかもしれないけれども、名前なんて覚えなくても別にいいですよね。要するに何の音がある程度使えるかっていうその目安として知ることが大事なので、まあこういうふうに使いますと。ということでこれらがですね、ダイアトニックコードに使えるスケールになります。これもね、同じようにアベイラブルノートスケールって言って丸暗記するとめちゃくちゃ覚えにくいですよね。だからこういう感じでコードが何のコードなのか、ダイアトニックコードなのか、それともノンダイアトニックコードなのか、まずこの判別が大事ですね。それでダイアトニックコードと分かったらこういう感じですぐスケールも分かるんですよ。丸暗記する必要もないし、何の時にこのスケールだっていう、ああいう風にね、めんどくさい風に覚える必要もないと思います。ここでもう一つ大事なことを話したいと思います。コード見ておそらく、まあ、ジャズのね、ボイシング、押さえ方とかで、ナインスとかサーティンスとか、まあ、シャープナインとか、まあ、いろいろありますけど、シャープイレブンスとか。それで、一つ補足して説明したいのは、この音ですね。この音をもちろんアドリブ上とかで使います。例えば、この G7 に対して、っていう風に使います。だから、これはオプショナルとして、覚えた方がいいかもしれないです。でもね、こういう風にアドリブするとなんか変でしょ？ね、この方が綺麗にはまりますよね。こうやってとかじゃなくてね、こうって合わないじゃないですか。だから通常でこうスケールとかこう下っていったら、これもちろんこの B フラットの音入れない方が綺麗に収まるんですけど、例えばこういうフレーズいっぱいありますね。とかこういうのありますね。この音、まあこれ G7 だったらですね、 G7 上だったらこれフラット9とシャープ9になるんですけど、このシャープ9をオプションで使えますよと。
で、まあ、この B ディミニッシュ調だったら、まあ、これも一応テンションで、こういう抑え方もできるんだよね。これ、いわゆるオプショナルっていう感じで覚えとけば全然問題ないと思います。これでおそらくほとんどの理論、特にビバップ時代の理論はよくわかると思います。実はね、余談ですけど、オルタードってビバップ時代に使われてないんですよ。よく研究すると、チャーリー・パーカーとかバド・パウエルとかあの人たちってね、オルタードとか使ってないんですよ。でも多くの人がオルタード使いたいとか、オルタードがこうだっていう風になってるんですけど、実は違うんですよ。ジャズのああいう理論っていうのが確立され始めたのが大体1960年あたりなんですよね。だからその前の時代、ハードバップだったり、もちろんクールジャズだったりとか、ビバップだったり、そういうのってこういう感じだったんですよ。だけど、そのジャズの理論が主流になってきたのが60年代ぐらいになってきて、それでその時によく使われ始めたのが、オルタードとかね、ディミニッシュスケールとか、ああいうのがいっぱい出てきたわけですよ。それで説明しようとすると、ビバップとかってね、解析難しくなるし、わかんないんですよ。だから、ちょっと考えなきゃいけない。歴史とのつながりもあるんでね。まあ、この辺の話もね、もうちょっとスケールの話した時に、いろいろお話ししたいと思いますけど、基本的には、だからこういう風になります。だから、クラシックとか聞いていても、全く同じものが出てきたりします。ああ、これ、バッハと同じフレーズじゃないの？っていうのが多分あると思います。で、これで終わってしまうと、まあ、もうちょっと、なんか欲しいなと思うので、テンションコードについてお話ししたいと思います。テンションコードはね、意外に簡単なんですよ。でも、皆さん、おそらくコードを見たときに、ナインス弾けるのかな？サーティンス弾けるのかな？あ、シャープイレブンス弾けるのが多分わかんないと思うんですよ。そこでちょっと簡単に説明したいと思います。もし、これでもわかんないようでしたら、もっと詳しくやりますので、リクエストしてくださいね。じゃあ、メジャーをまず見てみましょう。メジャー、これ C メジャーで、この時にナインス弾けます。なんでかというと、ね、こうやって付け足していったらナインスは弾けるんですよ。バリー・ハリスが言ってた言葉で、コードはスケールから成り立ってるよっていう話があるんですよ。それで、いわゆる C メジャー上でこうやって積み重ねてたら、これナインスなんですよ。でももちろんサーティンスも弾けるけど、まあ基本的にはサーティンスってこれ6コードになってくるから、まあだから基本的にナインス弾きます。D マイナー7だったら、これもナインスですね。で、イレブンスとか、もちろん、もうサーティンスも弾けるんだけど、まあ、せいぜい使うのはイレブンスまでかな。だからこれ全部、テンションっていうのは、コードのテンションっていうのはこのスケール上に存在します。じゃあ、Em7 見てみましょう。これ普通に考えたら F なんですけど、F だと、不協和音なので弾けません。で、F シャープにする人もいるんですけど、これ F シャープにするとスケールから外れる音になります。だから、例えば、この Em7 を見たら、これも弾かないし、これも弾かないから、普通のこの形で弾くことが多いです。でも、例えば丸暗記のね、ボイシングのやり方でね、ナインスの押さえ方で、こうやって覚える人いますけど、こうすると、この F シャープの音がスケール外になるんですよ。だからちょっと外れた音になる。でも丸暗記すると、こういう現象も起きるから、ちょっとおかしな感じになる。F メジャー7だったらこれ普通にね。で、これまあシャープイレブンスとか、まああるんですけど、まあこう普通にね。で、G7 もこれもナインス、イレブンス。でもイレブンスはちょっと不協和音になるから使わないことがあって、シャープイレブンスなんですけど、まあこの辺の話はちょっと詳しくいずれ説明したいと思います。まあ大体ね、ナインスとかサーティンスがある程度分かればいいと思います。ナインス。で、サーティンスはこれ。ね。で、Em7 だったら、普通にナインス、イレブンス、っていう風になります。で、B ハーフディミニッシュだったら、B ハーフディミニッシュの場合はもうテンションとかないですね、基本的には。だから、これはなんでかっていうと、同じように不協和音になるからね。だから、こういう風に分けます。つまり、ナインスとかシャーティンスとかってどうなるかっていうと、今みたいにこのスケール上の音を使えばいいんですよ。
ではちょっと今度マイナーの方を見ていきましょう。マイナーの方は少しちょっと難しいんですけども、これもちゃんと同じようにスケールとかダイアトニックコードとかちゃんと把握してれば大丈夫です。問題ない。 Cm7 だったら普通に積み重ねてたら D だから、 Cm のこの 1m7 の時はこれは9ス使います。 D ハーフディミニッシュだったらこれは今度テンションまた置けないんですよね。なんでかと、これこの音が不協和音になるからね。これがだから使えない。だから基本的にはこれテンション使わないで、まあもちろん応用するとこういう音使えるんだけど、でもこれをやるとねまたややこしくなるから今回は話しません。 E フラットメジャー7だと普通にナイス使えます。ちゃんとねこれナチュラルマイナー上にできたやつでこう積み重ねたやつでしょ。で今度 Fm7 もこれもナイス使えます。まあ11も使えるしってなる。でちょっと G7 飛ばしましょう。で A フラットメジャー7、これも普通にナイス使えますね。で今度 B フラット7、これもナイス使えます。ちょっと分かりやすく書きますね。そうするとこのナイス使えるし、これはナイス使えないからね、こうそのままやるのがいい。まあたまにイレブンス入れたりするんだけど、まあちょっとカッコしてイレブンスって書いておきましょう。これもスケール上だからね。ナインスは不協和音になるからね。でこれはナインス大丈夫で、これもナインス大丈夫で、これももちろんナインス大丈夫で、これもナインス大丈夫で、サーティンスも大丈夫で、サーティンスはこれだもんね、大丈夫。じゃあ今度 G7 どうなるかというと、 G7 ねフラット9なんですよ。でフラット9にもなるし、シャープ9スも使えます。シャープ9とフラット9っていうのはこれほぼほぼ同じような感じなので、その違いっていうのはカラーの違い。フラット9になるとこういう感じね。シャープ9の方がちょっとテンション感があるような感じですけど、まあこれは同じ同類だと思って大丈夫です。そしてその後にこう積み重ねていくとね、フラット9でしょ。でこれイレブンスなんだけど、イレブンスはこうまた不協になるからこれ使えない。でこのままいくと今度これ普通のサーティンスだったらこれだけど、サーティンスはこれね。これもね実はこのスケール上にある音でしょ。 E のナチュラルになるんじゃなくて E フラットになりますよってこと。そうするとこれフラットサーティンスになります。でこれは全部スケール上にある音です。ということはこの G7 の時はこういう感じでね、フラット9シャープ9フラットサーティンスってなります。で B のディミニッシュの時は、 B のディミニッシュ7はまあこれはねこうやって積み重ねていってもこれ、まあ、あまりテンションっていうのがあんまり存在しないので、基本的には別にテンションを意識しなくてもいいです。これ分かる人はちょっと面白いなと思うかもしれないけど、 G7 ここで弾いて B ディミニッシュ弾くと基本的に1階層上になるだけなんで大して変わらないんですよ。これってつまりこれもっと応用すると、もしコードが出てきたらこれ置き換えることも可能です。ということでこれでフラット9、シャープ9、フラットサーティンスっていう感じでテンションが分かったと思います。でもう一つこれ大事なんですけど、 G7からこういう感じで Cm7 とかにね、こういうマイナーにね、これマイナー7でもいいや、かっこいいしていきましょう。こういうふうにマイナーに解決するドミナントコードはですね、基本的にフラット9になります。なんでかっていうとこの理由からね。なのでフラット9とかシャープ9とかフラット13とかっていうのはどういうふうにつけるかとか、どういうふうに判別したらいいか分かんないとかってなったら、基本的にはこういうマイナーに進行するこの5-1の動きね、5-7から1の動き、1マイナーのね動きが分かれば、普通にあこれはフラット9、シャープ9も使えるしフラット13も使えるんだなと思えば大丈夫です。これでメジャーのダイアトニックコードとマイナーのダイアトニックでテンションまで分かると思います。
そしてスケールもある程度把握できると思います。これからノンダイアトニックコードをいろいろやりたいと思いますけれども、このノンダイアトニックコードはこれをもっと応用したような形になるので、必ずこれを把握しておくと、ノンダイアトニックコードはそんなに難しくないんですが、これがちゃんと把握できていないとめちゃくちゃ大変です。でも、同じようにノンダイアトニックコードもこれが把握できてると、すごい簡単になるので、ぜひですね、時間をかけてでもいいですからね。メジャーのダイアトニックコードとマイナーのダイアトニックコード、そしてもしジャズのアドリブを考えている場合は、目安としてスケールはこんな感じになるんだよっていうのを捉えられるといいと思います。ということで、今日はいろいろお話ししましたけれども、難しかったでしょうか？まあ、できるだけ簡単に説明したんですけどね、こういう話になってくるとなかなか大変なんですよ。結構難しいんですよ、いろいろ説明するの。で、まあ、レッスンとかだとね、その人によってこう教え方いろいろ変えられるんですよ。こういうストレートに教えるやり方と、例えばちょっと違うニュアンスで教えたりとかって、そういうことできるんですけど、まあこういう感じでやるとね、なかなか難しいんですけども、理解していただければまあ嬉しいですね。ということで、今日はこれで終わりにしたいと思います。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは次回お会いしましょう。